皆さんこんにちは、ペンタとペンタです。今日はバレンタインだよね、ペンタくん。チョコがたくさん食べられる日ですね。でね、青森にケンズカフェボルーノカフェっていうガトーショコラ屋さんができたって聞いたんだけど、ペンタくん知ってる？もちろん知ってますよ。チョコ好きならみんな知ってると思います。そうなの？で、なんかペンタくん3つチョコ買ってきてくれたんだよね。そうなんです。今回バレンタインということで3つチョコ買ってきました。はい、ということで今日はマリオパーティーで勝負して勝った方がチョコを食べられるというチョコ食べ比べ企画をやっていきたいと思います。え？勝たないと食べられないの？勝たなきゃ食べれません。食べ比べになるの、それは？まあ、どっちかは2個食べられるから食べ比べっていうことなんじゃない？まあとにかくゲームやっていきましょう。行きましょう。まず一つ目のゲーム、これね、アイスキャッチ。アイスキャッチ。アイスが落ちてくるからそれをできる限りたくさん集めるっていうゲームです。なるほどね。一試合目のチョコってなんだっけ？一試合目のチョコは濃厚ショコラエクレールです。はい、濃厚ショコラエクレールね。オッケーオッケー。よーし、集めるぞ。集めてくぞ。どこだどこだ。よし、アイスがない間はアイスアイラブチョコ、アイスが少ない間アイラブチョコ、解説するから静かにしてアイスが少ない間は早く移動ができるんだよね、はい、なるほどね。あ、よし、遅くなってきたかも。増えてきた、確かに。そうそうそう、増えてくるとどんどんゆっくりになるからね。やばいやばい、ゆっくりゆっくり。あー、取られた。よいしょ、アイラブチョコ、勝てる勝てる。チョコラブユー。落ちちゃった落ちちゃった。たくさん取るぞ。あ、勝ってる勝ってるよ。勝ってきたぞ今。やめて、ピーチ勝った。あ、ピーチ。え、どう勝った？おお、一緒一緒だ。どうしよっか、これこれどうする？じゃあ半分越して食べよう確かに、一番半分越して食べよう、これはね、確かに、うん、それでは食べましょう。いただきます。いただきます。うーん、うーん、おー、なんかチョコがなんか濃厚な感じがすごいするね。中のね、このチョコのクリームが、うんうん、外側のチョコレートとうまくミックスされて程よい甘さが出ています。確かに確かに、うんうん、なんかでも生地が、うん、なんだろう、シュークリームに似てる感じ。うん、そうだ ね、確かに確かに。僕は好きです。僕も好きです。これは美味しい。うん、うん、美味しい。ということでね、1試合目は引き分けね引き分けね、うん。ということで第2戦やっていきましょう。はい、2試合目は、はい、ケーキファクトリーね。ケーキファクトリー、ケーキを作るゲームです。なるほどね。ケーキ持っておけばいいんだ。そう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 、はい。で、2回目のチョコレートは何だったっけ、ペンタくん？2回目のチョコレートはガトーショコラです。ガトーショコラ、これはあれだよね、コンビニで売ってる方のガトーショコラだよね。そうです、コンビニで売ってる方のガトーショコラです。ちなみに値段はいくらなんだっけ？値段は198円です。198円。はい、はい、ありがとうございます。それではやっていきましょう。いきましょう。さあ、コンピューター達人だから結構ね、よちゃんと仕事してくれると思うよ。はいはい、オッケー。2個目。いや、確かにね、3個目。コンピューター早い。やばいやばい、いちご、いちご足りなくなってきた。はい、3個目足りなくなってきた。はい、いや、4個目。やばいやばいやばい、はい、はい、それやばいやばい、やばい、取れない取れない、全然取れない。はい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 、ここまで、やった、取れない。6、6、6、6、6、はい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 、やばい、やばい、間に合わない、お願いお願い、はいはい、やばい、やばい、いける、いける、よし、お、また引き分けじゃん。また同じじゃん。また引き分けなんだけど、ベンタ君。え、なんで？お兄ちゃん何してたの今まで？僕も結構ミスったんだよじゃあ仕方ない、また2人で半分越して食べよう。
またハーフウィークだね。そうだね。はい、それじゃあ食べますよ。はい、いただきまーす。いただきまーす。うん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 。なんか、チョコが濃厚で、うん、なんかしっとりしてるね。しっとりしてるね。うんうんうん。で、なんか、お酒の味も、ちょっとしない？どう？レンタ君、お酒の味わかるの？いやいやいや、お酒っていうか、あの、ラム酒の味、しない？あ、そういうこと、うんうん、そういうこと、そういうこと。うん、美味しい。まぁ、ちょっとビターな味だね。はい、じゃあ、最後のゲームいこっか。行きましょう。ね、最後は、ちゃんと勝負決めよう。最後はもう一人でチョコ食べてあげます。はい、それでは行きます。ラストゲームやっていきましょう。チョコ食べるぞ。ということで最後のゲームはこれ、ぐるりんクロックです。ぐるりんクロック、ジャンプをして、そうそうそう、ジャンプをして針を避けて先に飛ばされた方が負けです。なんかフォールガイズみたいだね。そうだね、フォールガイズっぽいかもしれない。で、三つ目のチョコがあるんだよね、ペンタ君。三つ目のチョコは、ガトーショコラです。え、でもさっきも食べたよね、ガトーショコラ。何が違うの？と、今食べたのは、ファミリーマートのガトーショコラなんですよ。ファミリーマートのガトーショコラ。でも、今回のガトーショコラは、ケンズさんが作ったガトーショコラで、一個三千円します。一個三千円？はい。3000円です。3000円するの？そうです。桁間違えてない？会計レジ打ちミスったんじゃないの？それ高すぎるでしょ。3000円はゲーム買えるよそれ。でも最後のゲー最後なのでね、この3000円をかけて勝負しましょう。いやこれ負けられないね。いや本当に負けられない。はい、もう真剣勝負ですね。えちょっとじゃあ本気でやらせていただきます。いきましょう。いや、本気で行きましょう。あ、1個3000円でしょ。いや、1個3000円をするから。いや、この1回のジャンプで3000円が。あ、3000円。あ、待って待って待って、なんか通信が、通信やばいって。やばいやばい。あ、3000円、3000円がかかってるの、このジャンプに。僕のチョコアイ、僕のチョコアイが、お兄ちゃんに負けない。向き込んだ向き込んだ向き込んだ。お兄ちゃんに負けない。チョコアイでは負けない。僕はチョコ食べたい。よし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 、向き変わるよ、向き変わるよ、向き変わる。やった大丈夫？勝った来た。やったー、うっそー。やったー。3000円か。ということで3000円のチョコはミケのエンタがいただくことになりました。うっそー。3000円が。ごめんねごめんね、ペンタ君。じゃあペンタ君が買ってくれた、並んで買ってくれた、どのぐらい並んだの？ペンタ君すごい並んだ。ほんと1時間ぐらい並んでたんじゃないかな。はいはい、1時間。じゃあペンタ君が1時間並んでゲットしたガトーショコラ、そう食べていきたいと思います。1時間、僕の1時間。いやすごいよこれ。これもうね、箱がまずすごいし、チョコもなんか、うわ、ずっしりしてる。いいなぁ。いや、これは絶対美味しい。いや、うっそー。ペンタ君。悔しい。そうだね。うん、まずでかさが違うね。ねえ、でかい。でかいです。うん。さあ、果たして味はどのように違うのでしょうか。食べてみたいと思います。あー、3000円。いただきます。僕3000円がすごい溶ける。口で溶ける。溶ける、本当に。外側がね、固めのチョコレートで固めてあるんだけど、うん、内側のチョコレートがすごいしっとりしてて、口の中でジュワッと溶ける。もう、黒毛和牛をチョコレートにしたかのような食感です。いや、食べ物を食べ物で例えないでくれ。
ね、わからないでも。いや、これでも、食べなきゃわからないかもしれない。もうね、口の中で今ね、どん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 溶けて、しかもその溶けてる中で、甘さ？ちょっと大人な、ビターな甘さが口いっぱいに広がって、美味しいです。うわー、食べたーい。でもさ、ペンタ君。やっぱ量が多いんだよね、これ。お？うん、だからさ、半分こしよっか。いいの、お兄ちゃん、ありがとう。半分こしよ、これは。ちょっと一人で食べるには量が多いので、友達とか家族とかと一緒に食べることをおすすめします。お兄ちゃんに感謝。はい、まあ、とりあえずじゃあ動画はここら辺で一旦ね締めて、後で二人でゆっくりチョコを食べましょう。お兄ちゃん、ありがとう。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントも待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。